ポケモン性的な目で見てる人もいる。あ、でもね、俺もね、もともとそっち派やったじゃない。ポケモン性的な目で見るのはわけわからんわみたいな気持ちだったっちゃけど、剣立てあげよってエイフィーのお尻を 3D で見たときに全ての理性が吹き飛んだ。俺はボコーン飛んでいって、おーかわいい、性的な目で見よ、めちゃくちゃいいぞ、お前らも剣立て買ってエイフィーの尻見ろ、あの曲線美やばいけんな普通に。もうね、もう俺はずっとブイズナンバーワンを決めきれてなかったっちゃん。俺ナンバーワンブイズをずっと決めきれてなかったんやけど、もうやっぱもうエイフィーです、ズバです。あ、ティーチャーと一緒、マジか。じゃあいい話できそうやわ。そうなんや。いやマジで、あのね、やっぱ 2D では気づけんかった魅力よね、あの剣立てで。 3D、 やっぱ 3D で初めて見てもう衝撃やった。エイフィーの尻はやばいよ、マジでやばい、エグすぎる、やばいよ、最高です。はい、あのね、あのこれまではねずっとね、俺リーフィア・グレイシア結構好きない、あのちょっと新しい世代のブイズめっちゃ良くない？ リーフィアとかさ、こう分かる、ゆるふわ褐色ギャルみたいでいいや。ニーフィアゴミ、あ、俺もねニーフィアはあんまりタイプじゃないっちゃんで、歌舞伎町におりそうやない？色違い青でめっちゃサンリオ見合ったわ。なんか青色のニーフィア見た時サンリオっぽと思って。